皆さんこんにちは、桑田さんです。はい、とうとう T0 ソニックの方先行指導の方が入会いたしました。こちらね、ラケットハウスキング神田前店の方に来ていただければレンタルもできますので、まあ、お気軽にお店の方までお越しください。またネット販売の方も、もう予約受付開始しています。右上のリンクもしくは概要欄の方にねリンク貼ってますので、ぜひそちらからご購入をお願いします。販売自体は3月なのでもう少し待ってくださいね。はい、で今回この T0 ソニックを作られた水野の開発担当者の方なんですけども、なんとですね、まあ、中学生時代からずっとお客さんとしてお店の方に来てくれてて、大学時代はうちでバイトもしてくれてた方がなんとこちらを作り上げたということで、非常に私も期待してます。で楽しみにね、もう1年ぐらい前からこれが出るっていうのは知ってたんですけど、ちょっとなかなかね消費義務あり喋れなかったんですけど、こう紹介できることができてね嬉しく思ってます。はい、で比較対象となるのは、まあ、今までの T0 だったりとか、あと DI ですね、 DI の T ツアーと、まあまあ競技向けのトップモデルと比較していきたいと思います。で一応実装のゼロシリーズですので、基本的には薄型のフレームなんですけれども、こう厚さを比較した時により、シャフトの根元の部分っていうのがより厚さを出してますね。っていうのがまあまあヨネックスの先日紹介したFレーザーとかもそうなんですけども、あまりしなりすぎると力逃げてしまいますので、少しここを太めにすることによって、まあ、より安定感を出している形になってます。はい、で今回このラケット、小林浩二選手の開発段階からも非常に気に入られて使われているみたいで、もう今回サムネイル画像でも少し使わせていただいてますけども、まあ、小林浩二選手がメインで使われるラケットになるっていうことですね。でイメージ的にはなんですけども、まあ、このちょうど T0 と DI の T ツアーと間ぐらいのイメージ感覚ですね。DI の T ツアーだとちょっと硬すぎると弾き感が。でも T0 だとちょっと柔らかいし。で、そこで T0 ソニックっていうような感じの位置づけのラケットになります。非常にね、見た目もかっこいいです。全体的に艶消しのシルバー、ブラック。の塗装で、オレンジのパイピングで、シルバーの部分にはブルーのメタリックブルーのパイピングですね。非常にかっこよく仕上がっております。でね、まあ、いつも動画ではこうやってお話するんですけど、これちょっと一回売ってみていただいたらすごいよくわかるんですけど、実際フレーム圧っていうのは結構、T0 に比べて厚くなってるんですけども、ここですね、この部分スイングした時の空気抵抗というのは非常に減ってます。薄くなってますので、ラケットをこう振った時に空気抵抗がより少ないので、瞬間的にボレーでねパチッとこぼれ出しても、まあ空気抵抗を感じることなく素早くで、しかも安定性よく、ボール返球できると思います。でなおかつね、薄いラケットって非常にこうしなってしまったり耐久性なかったりするんですけども、しっかりとこう水のそうですね、このレールを水を掘ってくれてますので、そのおかげで耐久性も非常にあるラケットです。以上 T0 ソニックのレビューでした。ご購入の方は、右上のカードのリンクの方か、もしくは概要欄にリンクが貼っておりますので、ぜひラケットハウスキングの方までお願いいたします。で、こちらのシダラケットなんですけれども、こっちのゼロカウンターですね、ジスト Z0 カウンターの方も新色の方シダが来てます。まあ、一応前衛超えてペアでこれを揃えられてもいいんじゃないでしょうか。一応ね、ウェブからのシダレンタルっていうのはしてないんですけども、直接お店に来ていただいてシダありますかって聞いていただければ、試し打ちもしていただけます。まあ、一応、1日ぐらいをめどに、お客さんに貸しているので、まあ、よろしければお気軽にラケットハスキングの方までご来店ください。はい、ではまた、次回ラケットレビューでお会いしましょう。バイバイ。